こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後100課から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、感性ありです。喜びの声がいっぱいであるということで、職士に金庫剣に古い完成谷を動かすとあります。それでは今から完成ありを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。